Thank you so, so much for being with us, for inspiring us. You are the superstars of the Zero Project Network. 表彰式はオーストリアの国連ウィーン事務所で行われました。ゼロプロジェクトアワードはオーストリアのエッセル財団がバリアフリーな社会の実現に向けた取り組みなどを称えるもので、500以上のノミネートの中から特に革新的で影響力があるとして、両備システムズの色覚異常の人を補助するソフトウェアと OHK の手話実況の取り組みが選ばれました。これだけの国の方々の中で、日本から3チーム、そのうち2つが岡山からという、まあ、もう奇跡的なことですけど、本当にありがとうございました。まあ、20年続けてきたものをこのまま継続するのが一番かなというふうに思っています。誰一人情報から取り残されない社会っていうね、それに向かってのやっぱり一歩一歩ね前進をしてるわけなので、まあ、来年デフリンピックも開かれますので、さらに取り組みをね強化して、多くの人にやっぱり情報を届けるように努力したいと思います。今年のテーマは教育と ICT で、会場では表彰式に合わせて3日間にわたり会議が開かれています。会場ではこのように各国の取り組みが紹介されていたり、新しいアイデアを生み出そうとさまざまな分野でセッションが行われています。このうち両備システムズはおよそ20年間無料で提供している色が分かりにくい人を補助するソフトウェアを紹介し、色覚のバリアフリーを持続的に進めるための提案を行いました。We want to abolish, to tear down all barriers so that persons with disability has the same opportunity in society than everyone else. And this is what Zero Project is all about. 岡山発のバリアフリーな取り組みが世界に広がっています。